久々の勝負の時ということもあって、ちょっとね、財布の中今1万ちょいしかないから、ちょっとがっつり金下ろしてくるわ。早いね、朝からいきなり BT だよバンクタイムね、一緒に頑張ろう。おはようございます。本当に本当に皆さんお久しぶりです。北海道やって沖縄に行き、約半年ぶりに初音の今日は勝つなり山形ということでですね、本日は山形県にありますエムズファクトリーに来ています。ずっと打ちたかったカメラの前で凱旋でいい瞬間を、皆さんにね、やっぱ熱くなる瞬間をお見せできるように今日も頑張っていきたいかなというふうに思います。なのでいつものお願いします。勝つなり。さあ2番目の入場です。さあ1番の人は、ああ絆に行く。僕はね凱旋なんですけど誰も来ないかな。まあ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 、やっぱ角行くか。前日がまあ多分前立腺だと思うのかな、どうなのかな、わかんないな、その辺も。とりあえず最悪の場合前日448、まあドラミキ戦まだ最悪天井行くってことで、ちょっとこれから行きたいと思います。それでは神々の凱旋行きたいと思います。さあ行こう。まあそれこそ今6号機の時代じゃないですか。6号機の時代で旧基準機が面白いっていう人の方がまあ多いと思うんですよ、なかなかね。いや僕全然6号機嫌いじゃないんですけど、やっぱリゼロとかを打った後にこの凱旋打った時の楽しさが半端ないなと思うわけですよ。もう何が起きるかわからない。マジ？60ゲームです。番組史上最速のゴッドです。当時は3000円です。こういうことなんですよやっぱりね、6号機は悪いとは言わないけど、けど凱旋お前の楽しさが半端ないんだよ。いやいや俺まだ今300枚ぐらいしか出てないのにさあ1セットで435枚取れました。真ん中だったら一角ですね。あ、行った。まだ右上がりの可能性ある。おー中断。おーい、ぶっ壊れてる、ぶっ壊れてる。3つか、3つなので8までは行きますね。ちょっとこんなにパチスロってうまくいくのかと言わんばかりの展開。先月も先々月もその前の月も負けてます僕
チャンスボタン。え、わかりますか皆さん、反応しないんですよ。勝成の今日は勝成が初めてゴッド引いた時もこれだったんですよ。あ、違ったし今反応しなかったよね。え、見間違えたかな。頼む、オーケー、もう行こう。はい、どうです。さあ、これで9まで行きます。超えた、まず押しますね。いや、全然いい、斜めがいい。うわ、行ったら、行かないのかい。さあ、8セットで2604枚。これ見えてるとこでは一応次が最後ですね。はい、色変わらず。数字あった、来る来る、7、7、あー、3か。この演出は最初もう数字が回れば、その後ね、大馬さん来たら必ず数字来るんで、めっちゃ重要。あー、金中、とりあえず押します。あー、とりあえずどっちだってことですね。揃うか揃わないか。揃った。さあ、行こうか。おいよ。おげい、もらったろ。さあ、まず一つ。まずい。ちょっと休ませます。あと3ゲームいくよ。おら、でも弱いかな、さすがに。よし、引いた。休ませるの重要。何、エストはボタンを押して稲妻。おい、ボタンを押して反応しないんですよ、まあ、多分ね。あ、中段買って、これ純粋にこのプッシュボタンが多分反応しないのが壊れてんじゃないかっていう説もあります。さあ、チャンスボタン。わかりますか皆さん、反応しないんですよ。勝成の今日は勝成が初めてゴッド引いた時もこれだったんですよ。
いすごいすごい。おお、マジ？ちょっとすごいな。これで6。ね、やっぱそうか。やっとこのボタンが今日3回目なんですけど、まあ、3回押して映らないっていうことは、そうですね。なんだよ、じゃあ俺のさっきのあのゴッドの瞬間、ゴッドだと思った瞬間、ただのバカじゃん。これ6個上乗せたんで15までいきますね。さあいける。はい、ありがとう。で、16までいきますね。こうなってくるとありますよ、万枚が。そうだ。普通に押してないけど、そうだ、押さなくていいんだ。いや、まあもちろん5個以上あるんで流れるのは分かったんですけど、まあもう聞けるだけでやっぱ幸せですね。僕思うんですよね、本当、まあ Amazing Grace っていう曲、この曲自体絶対ホールで一番聴くのが一番美しい。あー、これ、まあ、たまらんね。たまらん。あ、もうちょっと聴きたかったのに。よし、今日初の G-STOP。 鏡3はダメだな。いやー、7、もう1回7、じゃあ3。いえー、ここは止めるのうまい。なんだろう、また流れてるけど、ちょっと気持ちが違うぞ、さっきの時と。僕それこそ凱旋で万枚を出したことがあるのが3回あるんですね。3回あるうち2回が天井からなんですよ。今日一撃万枚天井以外から初を目指せるんじゃないか。そんな話をしてたら来たぞ。おい。頼む。音で感じよう。2回目です。あれ？本当に万枚あるんじゃない？これ。これで16だったんで21までいきます。まああの GG 中のゴッドはループとかないんで、ちょうど5個上乗せされるだけですね。一発目は通常時だったんで最低 25% のあるんで、あとは SGG 中の特殊抽選、そこがまあどんだけ乗ってるかっていうのは見えないところですね。はい、ステチェンかな。はい、いやでもやっぱり嬉しいですね。まあ出てることも嬉しいんですけど、まあやっぱそれ以上にずっと北海道で最初やってきて、まあね、もう大人の事情、大人の事情というかもう規定ですよ。言っちゃいますけど、それがね、またこうしてやれることが本当に嬉しいですね。
またこれからも本当やっていけたら僕はすごい嬉しいと思ってるんですよ。なんとかこのタイミングかい。いい話してたとこ。さあチャンスボタン。おーい、ちょっと待って、あるよ3番目。もうほんと全てはここですから、押します。キャー。さあ5000枚、ようやく半分。いたよ数字7。3。止まれば3発目ね、ゴッドが止まれば。ゴッド狙おう。くぅ、あー下段か。どう、よし、十分十分。さあ本日2回目の SGG、 いこう。狙うは EX。そう来るか。オーケー。やったこれは。うわ、2回目はないでしょさすがに。だよね、よかった。あぶねあぶね。オーケー。おーい、3発目うまいよ今日は。これ揃っちゃったりしな、いいよね。あ、なお、あ、揃った。なんだ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 。いや、いける、まんまいける。うわっつ、頼む。うらー、これだよこれ。ここでぶっ壊せば本当に本当にまんまいける。そろそろか。あー頑張れ。あー、まあまあずしょうがない。オッケー。5つ、もはやゴッドと一緒。頼む。はい、午後ですね。なので、21までだったのがプラス5個で26までいきますね。今の順増を考えると33で全然足りると思うんで、あと7個。いや、これ微妙なとこですね。やっぱりゴッドは欲しいですね。ブルルンみたいな、もう一発引いたらグッと近づく。さあどうなるかはこれからのお楽しみです。おい、来た。うん、超大事これ。呼ぼうゴッドを。いいでしょ、決めよう。3回目、 OK、 乗った、でかい。さあこれで27までは行くの。頼む。うわ、4連続不発。さあ8000枚、
たどり着いたこの境地、あと1個は 100% あります。いいよ、ひななちょうだい。うーい、残念。 V じゃないか。うっ、 V だ。あるぞ、ある、いた。本当の計算より2個多い。つまり27、28、29、29までは行く。あと4つ。さあ28セット終了しました。さあとりあえずあと1個ある。いやー、 V だったらな、落ちんのかい。これなんか感覚的な話ですよ。今落ちると本当にこれが次で終わりな気がする。え、あ、まあそうか、当たりだもんね。はい、色は変わらない。ここからが本当の戦いですよ、やっぱり。いや、数字はない。上乗せ来ない。いいね、このギリギリの感じが楽しい。まんま行くかどうか。さあラスト、聞いてくれ、頼む、お願いします。運命の G ゾーン、大丈夫か。だったらここで奇数来ない方がいい。あ、やばい。うわー、これいねえ絶対。弱い。頼む。ねえ、やっぱりまずい。ここまでか。さあここで32ということでですね、終わりました、まんまへの夢。またちょっと今モードが良さそうなんで、もうちょっと打つ、もうちょっと打ってやめたいかなというふうに思います。はい、ただね、意外とあと4セットかな。まあ4セットあっても足らないかな。ものすごい悔しいです。くぅ、これだっているでしょ、天国での当選と。ここかな。さあ天国で当選したということなら色が変わっていいんじゃないか。白。ありがとうございました。いやー、もう無理だよ、またこっから。う、当たったら嬉しいけど、まあゼロって。まあね、ただこっから合わせ万枚、一撃万枚は無理でも合わせ万枚ならできる。いけるよ、いた。っていうことは本当にありえるかも。さっき8700ぐらいから今2個、9300ぐらいはね、これでいってるわけだから、あと3ストックぐらいすれば。さあ2セットありました。もしかしたらいる。はい、
上乗せできず、いや多分今9000ちょい、今9000枚ちょい。さあルーパーいなかった。さあ天国です。また当たるのか。いやないな。ちょっと待ってね今62ゲームです。おさらいしましょう。多分今9000枚ぐらい合わせで、この激アツビタッとここにねゴッドが止まればもちろん万枚は確定する。押すか、いきます。揃ってくれ。よしよしよし、十分十分いこう。4444、これ拾ったらめちゃめちゃでかい。よしいける。これでプラス1個なんで、今なんか9000枚超あっての、123あと1個ぐらい乗しとけば安心。いける、いやマジでいける、頼む。多分あと1個で足りるはず。よーっしゃ、これはいったぞ。万枚いった。頼む頼む。いやー馬は来ない、平行ならない。あーでも行ったでしょ、おそらく行ったと思う。どう？ういもうダメ押し。これでもう硬いでしょ、万枚は。いや十分やってくれた、十分すぎるほど頑張ってくれた。凱旋よかった、本当に。やっぱ楽しいよね凱旋は。さあ5セットです。1550枚ということで、これでもう見えてる分はないです。残念いないですね。でまあ32ゲームまでは一応回します。さあまあ風吹いたんですけど、今32ゲームということで、まあちょっとねギリギリっていうのもあるので、これでやめたいと思います。ありがとうございました。結果はちょっとどうなってるかお楽しみです。ありがとうございました。さあもうドル箱はない、これで、ね、あ、どうだ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 、まだまだある、あ、ちょっとメダルちょっと、あ、もう、あ、ちょっと、あ、見えなくなった見えなく、あ、いける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 でしょ、いくでしょ、じゃあ頑張れよ。大丈夫か大丈夫か、いく、いけ、いけ、いけ、あー、いった行きましたね、よかったよかったよかった。はい、1414枚、ありがとうございます。はい、ということで何度かね1414枚ということで万枚達成なり。お疲れ様です。実戦終了しました。まず結果の方だけ言いたいと思います。投資が141枚の回収が1414枚ということで、さ
枚数はなんと12,73枚です。やっぱね嬉しかった。また常に今日は勝つ何ができたことも嬉しいし、そこでね久しぶりの半年ぶりぐらいの番組でこんな素晴らしい結果になったことももうすごい嬉しい。パチスロはやっぱりドラマですね。もう なんかもう行くか行かないかとかいろんな場のシーンがあってドラマだなというふうに本当思いました。また次皆さんにお会いできるのがいつなのか、この番組やれるのがいつなのかわかんないんですけど、必ずまた皆さんにお会いできるようにちょっと頑張りたいと思いますので、はい、とりあえず今日は本当に良かったかなというふうに思います。山形県本当にありがとうございました。ありがとうございました。最高です。ということで皆さん、またどこかでお会いしましょう。さよなら。てかそういえばさ、朝さバンク行ったけどさ、投資3000円だったら行く意味なかったよ。